はい、どうも、カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。アマゾンで買った1万円の海鮮福袋ってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。アマゾンで買った1万円の海鮮福袋っていうことでね、僕の大好きなシリーズ、アマゾンで海鮮ボックス買っちゃったシリーズー、企画にしやすいね。というわけで今日購入しました福袋はですね、こちらエキストラ水産福袋ボックス Z、 1万円、ズワイガニ、天然エビは必ず入りますというやつを買いました。税込み1万円ポッキリですからね。いや、1万円ポッキリでズワイガニと天然エビが必ず入るってどういうお買い得と思って買いました。で、今日は冷凍便で届きましたね。本当に中に何が入ってるか全く見当つかないです。でもエビとカニは入ってるらしいです。さあ、どんな福袋でしょうね。ここに福袋ってね、ちゃんと貼ってあるし。さあ、どうだどうだ。おー、なるほど、こういうパターンね。じゃあまず出てきたものを紹介しますね。まずこちら、じゃん、金華サバの昆布干しですね。金華サバっていうのは宮城県の石巻市にある金華山沖で捕獲された大型のマサバのことですね。それを地域でブランド化しているものなんですね。普通のマサバよりサイズが大きくて、油も強くて、後味がすごくすっきりして、臭みの少ない旨味だけが口に残るというね、美味しいサバでございます。で、そのサバを昆布味で干したものですね。めちゃくちゃうまそうです。で、こちらが一つと、で、これも干物ですね。島ホッケの開き、これも干し物ですね。島ホッケ、アメリカ産のやつですね。島ホッケもうまいですよ。ほー、すげえな。ほんでカニが入ってます。じゃん、こちらズワイガニですね。まぁ、ちょっと小ぶりですけど、鍋物には最適なサイズですね。出汁もしっかり出そうです。ちゃんと胴体の身も入っててね。これが一つ、そしてもう一個、二つ入ってます。これだけでめちゃいいですね。スーパーで買うと2、3000円ぐらいしそうですね、これ一つで。ほんで、なるほど。これはちょっと僕、と思います。これ、カニ、エビ必ず入りますって言ってましたけど、確かにエビが入ってましたけど、これ、むきエビ入ってました。僕は、ね、まあ1万円だからこんなもんか。まあイメージ的にはね、赤エビとか、あとブラックタイガーとかが入ってるかなと思ったんですけど、むきエビでした。まあむきエビもね、便利ですから、冷凍庫にあれば何かしら使えます。ほんで、お、まだまだめっちゃ入ってますよ。お、これうまそう。明太子、ちょっといい明太子じゃない？しかもこれほら、お高級なやつじゃん。これはいいね、明太子。はいはい、まだまだいっぱいありますよ。で、次も瓶物ですね。おお、これも僕の好きなものですよ。じゃん、鮭フレークですね。うまそうな鮭フレーク、ご飯にのせたりすると最高にうまいですよね。で、鮭つながりでこれも入ってました。秋鮭の切り身ですね。3切れ入ってます。ほんで、こちらがじゃん、最強漬け。これが赤魚かな。うん、赤魚の最強漬けですね。アメリカ産赤魚のやつ、これ美味しいですね。大型の赤魚じゃなくて小型の赤魚のフィーレの切り身ですね。で、こちらが、あ、こちらも赤魚ですね。これはね、大型の赤魚の切り身です。大きいやつを切り身状にして麹漬けしたものですね。これうまいと思いますよ。で、次こちら、じゃん、煮魚のお惣菜、なめたガレーの煮付けですって。珍しいですね、なめたガレーなんて。アメリカ産なめたガレーの煮付けが2切れ入ってます。すごいボリューミーだな。で、次こちら、じゃん、仙台味噌漬け、サワラの味噌漬けですね。お得用切れ端、切れ端ちょっと形が悪いところを、最強漬けにしたのかな。うん、これが入ってましたね。はい、そうしましたらこちら、冷凍のズワイガニ、これハーフポーションですね。ポーションっていうのはもう殻がめくられてて、もう食べるばっかりになってる状態のことを言います。で、ハーフポーションっていうのは半分殻が取ってある状態ですね。で、これはね、半分殻ついてます。なんで焼きガニにもできますよってことですね。で、これは生のズワイガニですね。冷凍されてないのでお鍋に最適、すごく食べやすいですね。そしたらエビとかカニとか冷凍で買うと、あのね、氷の膜がついてるんですよね。これなんでついてるかというと、カニの冷凍焼けを防ぐためにあえて氷の膜でカニとかエビをコーティングしてるんですよ。本当に甲殻類っていうのはね、すぐに冷凍焼けしちゃうんですよね。で、それにね、この氷の膜がついてることによってちょっと大きく見えるんですよね。変な話ね、ちょっと大きく見えます。で、この氷の膜がついたままお鍋に入れるとちょっと生臭いんですよね。なんで一度解凍してからお鍋にした方が絶対美味しいと思います。流水で流して、で、氷の膜をしっかり取ってザルに入れて解凍していくと。
うん、サイズはほんとちっちゃいですね。うん、ちゃんとこういう爪の先まで入ってますね。こういう爪の先からも出汁は出ますからね。並んでるとたくさんあるように見えたんですけど、バラバラにしてみると、まあ、こんなもんです。なんで2つぐらい入れた方がカニの出汁はしっかり出ますね。で、冷凍のズワイガニって僕いろんなところ食べたんですけど、カナダ産のやつが一番うまい気がしますね。で、なんでカナダ産があんな美味しいのかね、まあ正確な理由はわかんないんですけど、多分冷凍されてる回数だと思うんですよね。おそらくカナダ産は船で取れる、すぐ茹でる、ほんで冷凍して、冷凍したものを冷凍の段階で日本に送ってると思うんですよね。なんで一回しか冷凍してないんだと思います。ほんと味とか身の食感が全然違うんですよね。まあでも値段はちょっと割高なんですけど、今から年末シーズンズワイガニどれにしようかなって思ってる方はね、カナダ産狙ってみるといいかもしれません。まあもちろん他の産地でも美味しいのはあるんですけど、まあ、カナダ買っとけば間違いないなっていう感じはしますね。さあ、そしたらムキエビか。ムキエビ久しぶりに使うな。賞味期限2020年12月31日、もうすぐじゃん。1ヶ月ぐらい1ヶ月ちょっとしかないね。なるほどね、これ寄せ集めてきたやつだな。僕ね、どっちで来るかなと思ったんですよ。カニエビが入ってるってことなんで、もう本当にほぼカニかエビ、ズワイガニ一型とブラックタイガー一氷みたいな感じで来るか、それともこういうパターンね、こういうちょっと細々したものをたくさん入れてくるパターン、どっちかなと思ったんですけど、細々パターンでしたね。さあ、じゃあカニを溶かしてる間に他の具材切ったり鍋スープ作ったりしましょうか。まずはお水で、そこに昆布を入れます。カニ鍋はベースは昆布だしがうまいです。昆布とカニの相性っていうのは抜群なんでね、カツオだしはね入れなくていいと思いますよ。カニという最高の動物性の出汁が入りますんで、下手にカツオとか入れる必要ないかなと思います。昆布とカニの旨味、それだけでいいんですよ。はい、で昆布を水に入れると、でこれちょっとふやかします。まずは白菜、そしたら今日は具材、じゃん、キノコたっぷりできます。今日はキノコメインな感じの鍋ですね。カニの出汁でキノコを食べるみたいな鍋を作っていけたらなと思います。キノコたくさん用意しました。まずこちらが白舞茸ですね。舞茸は何してもうまいですからね。でこちら、この一見なめこみたいな茶色いキノコ、これがですね、柿の木だけというキノコですね。これもね、めちゃくちゃいい出汁が出るんですよね。で次こちら、この細長いやつ、これがボタンしめじ。これね、天ぷらとかにしてもめちゃくちゃうまいキノコなんですよね。歯ごたえと旨味が最高です。で今紹介した3つは、これは栽培されたキノコです。養殖というのかな。でこの下のやつ、これがね、天然のキノコです。今秋なので天然のキノコがたくさん取れる時期です。なので天然のキノコも買ってきました。まずこれですね、なんか一見クッキーみたいな、パンケーキみたいなキノコ、これすごいふわふわしてます。裏はこんな感じですね。これがムキタケという名のキノコでございます。これはね、天然物しかまず出回らないキノコですね。なんでムキタケって言うんでしょうね。なんかこう剥けるからムキタケなんですかね。なんか剥けるんですよ、こうやってピローって。でこれがね、山のフカヒレと言われてるぐらい、なんか食感がいいんですって。僕もね、初めて食べるんで、すごく楽しみですね。剥いた方がいいんかな？どうなんでしょうね。で、その下がこれ。これはもう皆さんわかりますね。松茸です。松茸も入れてしまいます。ほんで、一番僕が楽しみにしてるキノコ、こちら。栗茸という名のキノコです。これも、まあ、まず天然物しか出回らないキノコですね。これもすごくいい出汁が出るらしいんですよ。で、これ綺麗に洗ってあります。で、これ綺麗に処理してあるんですけど、処理してない状態だと、こんな感じ。すごいワイルドな生え方ですね。こんな感じで木からうわーっと生えてるんですって。どうなんだろう、これね、あんまこれ付け根は食べないのかな。ちょっと硬そうなんですよ。なのでここら辺で落としちゃいます。で中はね、こうやって空洞なんですね。でこの栗茸に似たキノコで、ニガ栗茸っていうキノコがあるらしいんですよ。それは猛毒で、もう食べたら最悪死に至る、そんな危険なキノコらしいです。なんで天然のキノコはちゃんと信頼できる人から買うとか、ちゃんと詳しい人とキノコ狩り行くとかしないと、自分で行って本だけ見て、あ、これ食べれそうって言って食べるのはね、危険です。本当に同じような見た目でも、こっちは猛毒、こっちは食べれるみたいなことあるんでね。特にこういうニガクリタケとクリタケとか、あとムキタケと間違いやすいのが、ツキヨダケっていう毒キノコがあるんですって。これも、もうムキタケにそっくりなんですって、見た目が。でも食べたら中毒を起こしてしまうと。でね、キノコでの中毒は、ツキヨダケがすごく高いって聞いたことありますね。めちゃくちゃ間違いやすいんですって、ツキヨダケとムキタケっていうのは。で今回はちゃんと安心できる業者さんから買いましたんで、大丈夫。
僕もキノコはね、最近好きでよく調べるんですよ。ちゃんと僕自身でも特徴とかしっかり確認して、これは栗茸、これはムキタケって理解した上で料理していきます。そしたら松茸は綺麗に洗ってあります。で、綺麗に洗った松茸をこうやって石突きを外します。できるだけ薄くね。はい、こんな感じ。で、今日はあえて年季の入ったお鍋で作っていきます。なんかキノコ鍋ってね、こういうね、年季の入った鍋で作りたいんですよ。なんででしょう。なんか美味しく感じるんですよね。これの死んだばあちゃんが使ってたやつなんですね。もう昭和から使われてるやつですよ。まずは下に白菜をどっさりと、で、そこにキノコを入れていきます。まずは柿の木だけ、白舞茸、ちょっと大きいから切りますね。こうやって、この白舞茸超うまそう。これビジュアルがいいですよね。でも白いキノコは生えてても食べない方がいいと思いますよ。基本的には白いキノコの毒はマジでやばいって聞いたことある。毒ツルタケとかもね、真っ白じゃないですか。あれも食べたら本当に死にますからね。天然の白いキノコは絶対手出さない方がいいと思います、素人は。で、ボタンしめじ、松茸、栗茸、で、むき茸。おお、もうほんとキノコ鍋だな、こりゃ。ちょっと待って、カニ入るかな。カニをね、ちょっと下の方に入れますね。この胴体のところ。まあ、ちっちゃいから入るな。まあでも、こうしてみるとほんとちっちゃいな。いや、でもこのカニ出汁とキノコは絶対に合うんですよ。もう約束されてるんです、これは。胴体を下に入れて、で、あとは、足ですね。足をたっぷりと入れていくと。これボリュームすごいですけど、白菜とかキノコは火が入るとしぼんできますんでね、やっぱいい感じになると思います。くそ、爪とかちっちゃいところ全部下に入れとくべきだったな。ミスりました。ちょっとごめんなさい、下に仕込みます。はい、こんな感じ。そしたらスープを作っていきましょうか。先ほど水でふやかしておいた昆布ですね、これを戻し汁ごと入れます。で、火にかけていきます。そしたら先ほどのこちらお鍋に作った鍋スープを入れていきます。スワーッと、うまそう。量もちょうどいいかな。スープの分量も完璧です。で、本当は今日これむきエビを入れたいところなんですけど、ちょっとやめときます。これでね、だいぶ完成された鍋ができてるんで、下手に入れたくないなっていうのがあります。あ、1個入れたいのがありました。たまたま冷蔵庫にあったハマグリ、これも入れます。二枚貝の旨味、琥珀酸も入れていくと。もうこれは勝ちでしょ。この鍋は絶対にうまいでしょ。よし、あとは火にかけて、コトコト煮込んで作っていきたいと思います。よし、じゃあサバ焼いていきましょうか、サバ。はい、では焼いていきますよ。七輪がね、用意してあるんですよ。うまそうですね。ちょっと大きいか、切った方がいいかな。うわ、いい匂い。あ、これ美味しい干物の匂いだ。これは間違いないですね。ちょっと頭の方はね、焼けないんですけど、まあ、サバの頭は食べるとこないので、この身のとこだけ焼いていきますね。海の魚は身の方から焼いていきます。うわ、うまそう。ハエが飛んできたな。ハエもどっから飛んでくるんだろう。匂いでわかるんだな、偉いもんだな。よし、こういう感じでずらしつつずらしつつ焼けば上手に焼けますね。ちゃんとこれね、エラも取られてて綺麗に処理されてます。血も一切ついてないし、すげえ仕事が丁寧ですね。よし、焼けました。そしたらこれをドンと盛り付けと。いや、このね、干物の盛り付けって皮側を上にするか、こうやって身の方を上にするか問題あるじゃないですか。身の方を上にした方が見栄え的には綺麗だと思うんですけど、食べやすさで言ったら僕ね、こっちだと思うんですよね、干物の場合ね。まあこれ人それぞれですね。はい、これでサバの七輪焼きの完成。はい、そんなこんなでお鍋もいい感じですね。うわ、めちゃくちゃいい匂いする。はい、これで
キノコたっぷりのカニ鍋の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。まずはこちら、贅沢なカニ鍋からいきますか。このスープがめちゃくちゃうまそう。下にカニもゴロゴロ入ってますね。ほら、これは松茸かな。松茸と栗茸が入りましたね。松茸もたくさん入れますか。で、これが柿の木茸。これもね、つるっとしててうまいんですよね。で、これが僕初めて食べるむき茸ですね。どんな味がするんでしょう。山のフカヒレですって。で、これが白舞茸。で、これがボタンしめじですね。で、カニも贅沢にごっそりと。よし。で、スープもたっぷり入れて、いただきましょう。じゃ、まずね、一番気になるこの、むき茸いきますか。むき茸。森のフカヒレ、いただきます。おー、まあ、フカヒレとは全く程遠いものですけど、食感がうまいですね。ふわっとしてツルってしてる感じですね。この中央部分、ここら辺はね、ふわっとしてるんですよ。でもこの縁っこの方、ここら辺はツルっとしてて、すごく食感が面白い。うまいですね。でもこれね、そこまでこのキノコ自体に旨味があるキノコではないですね。食感を楽しむっていう感じですかね。ただこうやってね、お鍋に入れて他の具材の出汁をしっかりと吸い込まして食べることによってめちゃくちゃうまくなる。これはお鍋が美味しいキノコですね。これ好きだな。うまい。このムキタケね、いろんな料理にアレンジできますね。これはね、料理しがいのあるキノコだなと思います。次、白舞茸。どう違うんですかね、白舞茸って。普通の舞茸と。いただきます。うまい。味が濃いな。舞茸はほんと最高。次、ボタンしめじ。うん、これはもう間違いないね。シャッキシャキですね。次行きましょう。これ僕が一番気になってる栗茸。これ栗茸どうなんでしょうね。お初、いただきます。はい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 、うまい。食感が不思議ですね。えのきともしめじとも違う。なんだろう、この舌触りが割とある感じです。で、旨味が強いですね。このキノコも美味しいな。うん、うまい。栗茸美味しい。柿の木茸うまい。柿の木茸はね、えのきに近いですね。えのきとなめこをくっつけた感じ。もうキノコ鍋に最適のキノコ。うん。で、松茸。うん、あ、香りがいいね、やっぱ松茸は。で、ここで一回スープ挟みます。でもスープがすごいと思う。いただきます。うわ、うんま。スープうま。何これ、嘘ぐらいうまいよ。めちゃくちゃいい出汁出てる。うまみがすごいな。キノコとハマグリとカニのうまみ、どれかが主張してるわけじゃないですね。ちゃんと一体になってる。相乗効果、相乗効果でもう一つのうまいスープが出来上がってますね。非常にうまい。次、これカニちゃん。で、このハーフポーションの場合、これどうやって食べるかというと、こう持って、こうですね、この付け根、ここをパキッと折るんですよ。こうパキッと折りました。そうすると、あとはツルツルツルと取れます。いただきます。うん、普通。うまいけど、当たり障りのない。僕ね、ちょっと口がね、肥えてきちゃったんですよね。特にカニに関しては、本当にうるさくなってるね。ごめんなさい、今日キノコがうますぎる。でもこのカニの出汁がしっかり効いてますよ。このカニを入れたことによって鍋がこんだけうまくなってる。うん、やばい、止まらん。体がね、欲しがってますね、この鍋を。マジでうますぎる。スープの濃さもちょうどいいんだ。お次、サバいきましょうか。金華サバの昆布干しですね。すだちをじゅわーかけて、よいしょ。はい、じゃあこちら、いただきます。あ、うまい。いい油だ。程よい上品な油、美味しいね。やっぱ金華サバうまいっすね。
あのノルウェーの脂ぎっちょいどのサバを七輪で焼いてお茶漬けで書き込むのもいいんですけど、やっぱ国産の天然の美味しい脂の乗ったサバっていうのはね、また別格でうまいですね。美味しい。これめっちゃうまい。ほのかに昆布の旨味も感じますね。これは美味しいわ。うわ、白米欲しい。白米欲しいと言ったら次こちら、明太子。これどうでしょうね。切ってみました。こんな感じ。いただきます。あ、美味しいわ。辛さ控えめ。僕ね、からし明太子にちょっといい一味とか七味をこうやって追い一味するんですよ。こうやってさーって辛いのめっちゃ好きなんですよね。でも僕前の動画で辛いのめっちゃ好きで僕自分辛党なんですよねって言ったら、なんか辛党っていうのは酒好きな人だよとかすげえ言われたんですけど、そうなんすか。じゃあ辛党甘党っていうあれは何なんすか。辛いのが好きな人ってなんて言うんすかね。日本語むずすぎるだろうと思いましたね。いやでも勉強になる。本当に勉強になる。ご指摘ありがとうございます。僕は辛いのが好きな人間です。辛いのが好きな人間でもあるし、じゃあ辛党でもあるわ。酒が好きだから、じゃあ俺辛党だわ。はい、じゃあしっかりと七味をかけたこれいただきます。うわ、うまい。あー、これうまいね。おい七味した方がうまい。そこでこちら、でん、リンゴです。あー、まだ瓶ビールがね容器ありますんで、これを消費したいと思います。うわ、辛うまっ。これ辛いの好きな人マジみんなやってみてください。この辛子明太子に一味かけるやつ、マジでうまくなりますから。香りも良くなるしね。じゃあこちらいただきます。うめえ。うー、これさまら。白米もいいけどビールも合うね。わかる。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はアマゾンで売ってました謎のエクストラ海鮮福袋1万円分のやつ購入して開けてみましたけども、おーって感じの内容でしたね。皆さんどうでしょう。あれが1万円高いと思うか安いと思うか。まあでもね、僕あんなもんかなと思いますよ。税込み1万円ってことは9000円なんでね。でそこに送料とかいろいろ合わさると、まあ大体あんなもんですよ。ただエビだけがちょっと残念でしたね。カニとエビ必ず入りますって書いてあったんですけど、まあ、確かにエビ入ってましたけど、むきエビかとは思いましたね。まあ、やっぱああいう福袋系はワクワク感が楽しいですよね。いやあれね、実はね、視聴者さんからのリクエストだったんですよ。これちょっと金子さん買ってみてくださいって。自分で買うにはちょっと1万円高いけど中身気になるみたいなね、そういうのがありましたら任して。すぐポチるから俺は。早いよ。また何かリクエストありましたらよろしくお願いします。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。